12市で表示されるガーデンオブ12のフレンズが今年がうさぎ年ということで、こちらがジュリに移り変わりました。世界初のズートピアパークが今年上海ディズニーランドでオープンする予定です。ニハオヤスです。2023年上海ディズニーランドの最新攻略を皆さんにお届けしたいと思います。久々日本と中国渡航できるようになりましたので、もうコロナでいろいろ変わったと思いますので、最新の情報をお届けしたいと思います。早速レッツゴー。こちらは上海ディズニーランドのパークエントランスになりますが、パークに入るにはまずはチケット購入が必要になります。上海ディズニーランドのチケットは今ワンデーパースとツーデーパースがありますが、ツーデーパースの場合は連続2日間ですね、間に1日空いて入りたいということはできないですね。ワンデーパースとツーデーパースの購入は公式のアプリやホームページの他に旅行会社も代理しております。安の会社のようにですね、少し安く買うこともできます。通常のチケットの他にアーリーバードというチケットも存在しております。10日前に購入するとお得な価格プラス飲食のクーポンがついています。季節によって特に閑散期ではですね、午後3時もしくは4時からパークに入ることができる半日チケットも販売されます。安のようにですね、1年にもし3日以上エントリーすることができるであれば年パスを買った方がお得ですね。年パスはですね、3つの種類がございまして、2023年はゲスト増加の見込みで一番安いクリスタル年パスは現在販売中止中です。新規購入することができませんが、既存のユーザーさんが延期、リニューアルすることはできますね。上海ディズニーランドの年パスを持っていればお買い物が 20% オフ、飲食が 20% オフができます。年パスの 20% 飲食割引とショッピング割引は週に5回までできます。 WeChat の公式アプリで QR コードをもらう必要があります。上海ではパークに入ったら絶対に忘れてはいけないことは、人気限定商品の抽選販売です。公式アプリで入園したゲスト1人に当たり1日1回抽選することができます。何が当たるかというと、リーナベルを中心とした季節ごとの新しい販売したグッズですね。パークエントランスの前にですね、このような人たちが集まっているのですけれども、ゲストたちはですね、知らない人たちがメンバーを5人グループを作ってて抽選に当たりたいということになっています。なんか5人までのグループ作ると確率が高いと言われています。自分が欲しくなくてもとにかく買っててパークを出るときには回収するダフ屋さんがいます。東京ディズニーランドと同じく紙のマップが今配布されません。公式アプリでいろいろ調べる必要があります。日本と同じく無料のファストパスが廃止になってきて、一部のアトラクションとショーはスタンバイパスを実施しております。公式アプリで入園後に自分のチケットを紐付けすればスタンバイパスを取ることができます。パークの混み合い具合によってスタンバイパスが実施するか実施しないかが表示されます。例えばこちらの方がノーリクワイドとて、今日はスタンバイパスが必要ありません。パークチケットのほかアーリーエントリーというチケットが販売されています。日によって、100何件ぐらいかかると思いますが、通常のエントリー時間より1時間前にパークに入ることができます。ホテルに宿泊する方は無料でアーリーエントリーができます。行動制限が解除された上海ディズニーパークではですね、一部のアトラクションはすごい待ち時間が長くなる場合もあります。アトラクションの待ち時間が長かった場合は公式アプリでプレミアアクセスも購入することができます。このような口はプレミアアクセス用の専用口ですね。しかしプレミアアクセスも数量限定になっておりますので、早めに入園して決断して購入する必要があります。公式でプレミアアクセスを購入する以外に、また旅行会社もですね、いろいろこう VIP ツアーも実施しております。そちらの方が公式で1個1個で買うより安くなる場合もございます。弊社でも販売がありますよ。パークに持ち込み禁止のものは以下でございます。よくセキュリティで引っかかっているものは、
300いくら小さくても300持ち込みはできません。もしくはガラスのボトルなどパークに持ち込みすることができません。中国の方はお湯が好きなんですので、よくガラスのボトルを持ち込もうとしていますね。東京と違って食べ物や飲み物の持ち込みは OK なんですけれども、コップ麺とか加熱必要な食べ物は持ち込んではダメです。お水は持ち込み OK なんですが、トイレの前にこのような蛇口も、飲用水の蛇口もございます。しかしトイレの前の水はちょっと癖があるかもしれませんね。ディズニーキャラクターとのグルーティングですが、ミッキーと仲間たち、そしてダッフィー&フレーズはミッキーアベニュー、キャストルあたりはプリンセスとプリンスたちと出会うことができます。この動画を撮った時点にキャラクターとのグリーティングにまだソーシャルディスタンスが必要ですね。グリーティングの列が長かった場合はキャラクターたちが出入りするこの必ず通過する通路にもゲストさんがいっぱい待っていますね。上海ディズランドホテルのルミエキッチンというレストランでは朝と夜にキャラクターダイニングができますね。キャストルの中にはロイヤルバンケットというレストランがございます。そこにもキャラクターダイニングができますね。電話での予約が必要です。弊社でも電話での予約をお手伝いすることができます。上海の公式ホテルはまだ開業中と変更はありません。2つのホテルがあって、上海ディズニーランドホテルとトイストーリーホテルの2つです。どちらの公式ホテルに泊まったゲストは1時間早めにアーリーエントリーすることができます。公式ホテルとパークはシャトルバスでつながっています。繁忙期であってもパークに入園することが確保できます。チケットを買えば、自分が年パスを持っていても自分でチケットを買っても、もしくはフロントでチケットを買い求めることもできます。ベビーカーはパークエントランスで貸し出しすることができます。間違えないように後ろにこのような名札がかけられます。人間乗せるほか、ぬいぐるみも乗せますね。公式で貸し出ししているベビーカーより、このようなキャンプカーが人気ですね。もっとたくさんの荷物と子供を乗せることができますね。毎日1回か2回パレードが開催されますが、場所の確保は自分の力ですね。皆さん座って見ることがなくて、やっぱりみんな立って見ますね。特にダッフィー&フレンズは絶頂の人気で、ゲストたちはパレードについて移動しますね。パレードの場所を早めに確保しないと、このように見るしかないね。以上で上海ディズニーリゾート2023年の最新情報です。パークはいろいろ変更することもありますので、よければチャンネル登録といいねボタンもお願いします。また次の動画でいろいろ新しい投稿も留意してください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後にネタかもしれないですけれども、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのチケットも中国のネットでめちゃくちゃ安く販売されている場合もあります。そういったチケットはどうやってルートで入手したのか分かりませんけど、だいたいパークエントリーの前日の夜に QR コードを届けてくれそうです。チケット届くまでがドキドキしていましたが、本当に明日パークに入ることができるかとドキドキするかもしれませんけれども、ほとんどの場合は無事にパークに入ることができるみたいですよ。もしよければ問い合わせしてみてくださいね。パーク内は指定された喫煙エリアしか喫煙することができません。